ャリ乗っていいですか俺。いいですけど、はい、いいんですか。全然いいっすよ、はい、貸していただけるのであれば。ビクニがチャリに乗る、嘘でしょ。ビクニとか何チャリンコ乗るの、乗ってる、それは嘘でしょ。そういう風に見えるだけで実際自転車に乗ってたらアウチだよ。ありがとうございます、やったぜ、ニートサイクリング最高、ごぼう抜きじゃーい。あれごぼう抜きじゃーい。あれ何やってんの君。ニートサイクリングですよ。企画を勝手に、ちょっと待って、どこで盗んだんですかそれ。泥棒ハゲですよあいつ、泥ハゲまで。勝手にルールを変えてまして、ニートサイクリングですよとか言って、どうしたんこれ。これはリスナーさんのご好意でね、うん、こじきじゃないですからね。いやこじきじゃんこれ、だってこじきじゃないですよ、借りただけですよ。いやだ、不正ウォーキングじゃないじゃんこれ。ルール上大丈夫ですよね、俺チャリンコ乗っちゃいけないって俺聞いてないですけど。いや確かに他の配信に口は出さんって言ったけど、歩いてよせめて。これ佐田さんどうですかこれは。はい、 OK ですか。いいわけねえだろ。何を考えて OK ですって言ってんだよ。ダメですよこれ。ダメなんですか。ダメだ、置いてって歩いてるちゃんと。これはいや今歩いてくださいよこれ。ここで置いてて、ここじゃあ分かりました、そんなに言うなら、うん、乗ってください。だって意味が分からんわ、乗れないよ。乗ったらアウトだからダメだよ。自転車禁止って書いてなかったって分かるでしょ普通に考えたら。自転車禁止って書いてあったかってあったけど、いやほら書いてないけど、ウォーキングの中で俺が悪いのこれじゃ。いや主催者の僕が悪いんですか、ルール上に書いてなかったらって。ニートウォーキング自転車がダメですよって書いてなかったからって自転車乗るなんて。代わりにナイフを失格にしとってガチ切れすると思うよ。なんでビッグニートが自転車乗ったから代わりにナイフはお前できんなとか言って退場になってたら多分本気で怒ると思うよ。今酒飲んで気が強くなってるから意味わかんないっすよって言って本気で怒ると思う。いや意味がわからん、俺でも意味わからん。自転車に乗るという意味もわからんけど。